画像ってさ、これ送ってなかったんだっけ。おすすめじゃないわ。あ、こんばんは。タクト申請、あ、送ってないわ。ミス。これを iPad に送信。ててて。あ、いいね。これですよ。少々お待ち。あ、これどうやって、あ、これ、どうぞ。いいよ。あ、いいんじゃね。あ、いいんじゃね。ちょっと待って今。はい、これでいいや。あ、変わった。イエーイ。変わりました。よかったです。配信見れるの神かて。ありがとう。優しい。すごいみんながアイスくれる。アイスイベントもしかして。ありがとうみんな。こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。皆さんじゃないけど、昨日トークポート参加してくださった皆さん、ありがとうございました。とってもとっても楽しかったです。明日はラジオです。ビジュエーナーだって。これあれだ、ランちゃんのイベント出させてもらった時のの自撮りの中から選ばせていただきました。で、私明日何着よう。どうしようかな。明日早起き頑張るよ。だってね、お互い頑張ろう。早起き、19日きょんちゃんと会ってからの公演らしい。だって当たったの。何公演だっけ。あ、その公演ってあれじゃない、19ちゃんのデビューみたいなやつ。いや、わからん。なんかたまにツイート流れてくる。トークポート話したいからたくさんで話してありなかったね。え、マジさ、本当に一生喋れると思うよ。みんな優しいからさ、私の話に付き合ってくれたり、まあ人それぞれだけどさ、ありがとうみんな、嬉しいです。見るたびに可愛くなってるのよね。だって本当ありがとう。優しいね。優しいねっていうか、ちょっとアイドルがピークって言われないように頑張りたいと思います。でもさ、もうさ、老いる一方じゃん。人生しんどいよな。若い時にさ、若くてさ、肌もピチピチの時にさ、ヘアメイクさんに髪の毛可愛くしてもらってね、おしゃれさんの衣装でさ身にまとってさ、それを超えられるなんてなかなかなくない。頑張らないと。せめてなんかダイエットぐらいはというかね、しましょうよという感じで。てかこれ今サムネの写真、今気づいたけど、マイクにタダって書いてあるの写ってるね。写ってるね。トークポ需要ありありだって。嬉しい、ありがとう。なんかちょいちょいトークポートフォロワー増えてるんだよね。さっきもなんか知ってるお名前の人がフォローしましたみたいな通知が来ていて嬉しかったです。ありがとう。5分あるからと思って油断すると肝心な話したいこと話せないで終わっちゃう。確かにそれでも5分もさ、結構あっという間だよね。あ、女性は25歳からさらに綺麗になっていくもんなんやで。そうだよな。いや、そうだよね。これから、え、だからもさらにさらにいい女になっていくってこと。そういうこと。通知行くんや。行くやねん。え、私トークポートってみんなマジ意外だと思うけど、私トークポートのフォロワー3桁人数いるのよ。やばくない？
ありがたい、ありがてえです。でもどうだろう、1回のトークポートで参加してくださる人数ちゃんと数えたことないからあれだけど、数えてみたら何人ぐらいなのだろうか。いてててて、あ、トークポート、あ、バイト定時で終われるか分かんなくて参加できなかった。いいよ全然。あ、でもそうだから月曜日と金曜日はやめた方がいいかもって言われて、ああ確かにってなった。月金はあんま何があるかちょっと分かんないから、火水木あたりがあのいいかもというアドバイスをいただき、あとなんかまた平日にやるなら1時間遅れぐらいの方がいいかもなと思って。でも本当にみんなあれだ、仕事終わって結構急に、あ、普通に何、5分前とかに枠取ってくださる方とかもいらっしゃって嬉しかったです。ありがとう。ミスター社ゴージレンさん、推ししか勝たん、ありがとう、ありがとうございます。23時台あると助かりますね。そうだよね、そうあれ22時40分とかで終わっちゃうから、1時間遅くスタートしても0時超えないからできるんですよね。あ、開始3分前に帰宅してアップでしろって出た時めっちゃ焦った、激焦りやなそれ。ありがとう、ありがとうございます。久しぶりに参加してくださる方とかありがとう。本当にやっぱお顔が見れると、いやお顔見れない方もいるけどあのとってもとっても嬉しいです。なかなかあれだ、チキよりやっぱこっちの方がゆっくり喋れるからさ、トークポートの方がさ、チキは書くのもやんないといけないけど、トークポートはもうお話に全集中できるから。いてててててててあ、公演終わってから帰宅して間に合うか不安だったけどギリ間に合った、よかった、楽しそうなオタクムーブ。え、だから19日のマロップももうだから早めにあのチェキの列並んで、なんか汗汗してる人は、あ、あ劇場行くんだなって思えばいいってことでしょすごいめちゃ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 決めつけだけどあら、ごきげんよう。あ、なかなかかき氷のガチ話できる人周りにいないので語り合いたい。え、語ろう、いろいろ教えてほしいんだけど、教えてほしいんだけど、てか最近じゃ福井にいるとさ、かき氷食べれないから悲しい。福井のお店夏季限定ばっかりなんだよね。東京は通年でやってくれてるけど、まあ人口多いからねって感じだけどさ。きっちりオンタイムで始まるところも便利。確かに今までの何、普通のこれまでのオンラインだと時間わかんないもんね、あと何人待ちみたいなさ、前の人何枚出しかわかんないし、トークポートはその点便利かもしれません。ピンポイントで取れるから。ドキッドキッ。でも倍率高そう。え、何公演、ただいま恋愛中、ただいま恋愛中なのかな。ただいま恋愛中出たかった、目撃者も出たかったな。出て出て、何言おうと思ったんだ。そうだ、さっきの髪型の話で思い出した。なんかさ、今日 NMB さんが10年半ぶりに新公演初日みたいなさ、すごい話題になってっていうか、すごいあのスクランブルエッグ編集長さんのツイートめっちゃ流れてきたんだけど集合写真見てさ、今誰がいるのかなと思って、わかんない、どのなんか多分誰でも出れる、その何、僕隊みたいな枠の公演なのかもしんないけど、どんな子いるのかなと思って見てたら、アーノン可愛すぎて受けた。いや、もともと可愛いんだけどさ、アーノン同期なんだけどさ、ドラさんの年はちょっと忘れた、私より全然若いんだけど、めちゃめちゃ可愛くてすごく良かった、すごく良かったっていうか、今日の髪型めっちゃ似合ってた、すごい良かった。顔ちっちゃいんだよな、あのでみんな可愛いよね、 NMB さんのメンバーさん。
みんな皆さん面白いし、そう木下桃花さんの作った曲とか、さや姉さんが作詞された曲とか、なんかいろんな、なんか面白い楽曲がいっぱいあったみたいで、すごい楽しそう。なんかスクランブルエッグ編集長さんももう泣きそうみたいな、なんか大もう大興奮の実況をされてて、すごい見に行きたくなった。でもなんか NMB さんってさ、なんか一人一人さ、なんか多分劇場へのこだわりというか、やっぱパフォーマンスはすごいなんか力入ってるイメージあるからさ、多分劇場公演とか見たらびっくりするだろうね。応募してみたい応募してみたい。でさ、髪型、今日そのアーノンがやってたやつ、多分 K-POP アイドルさんとかがよくやってるっていうか、なんかね三つ編みプラス勝ち盛りヘアみたいな、最近勝ち盛りヘア流行ってるじゃないですか。なんかさ、その何、自分が AKB にいた時もさ、髪型どうしようみたいなさ、あれかこれかこれかこれかみたいなさ、まあ候補はさ、まあ、いっぱいあるけどさ、あんまさ、なんていうの、まあバリエーションってさ、もうなんかできってると思うじゃん。できってるっていうかさ、もう何、こういうアレンジというかさ、なんて言ったらいいの、なんか単純に言うと、普通に何、そのストレートか巻きかポニーテールかツインテールか三つ編みなのか、どこを編み込むのかみたいなさ、そういうのってさ、もうなんかパターンもうできってるような気がするけどさ、でも毎年毎年さ、見たことない髪型いっぱい出てくるじゃん、すごいよねすごいよね。まあ韓国から発信されてるのが多いんだろうけど、なんか見るたび感動する。ああ、そういえばなんかこんな髪型見たことないかもみたいなさ、楽しい。動くアイス可愛いね、アニメーションがピコピコンって出てくる。ちくわ豆腐さん、タコありがとう。みんな LINE スタンプ、あのなんか一気に送れるやつ使えるようになりました？なりました？あ、髪型を見てたけどイエナちゃんしてそうだって。確かに、あの髪なんか、でもポケモンなんか神鶴さんに似てる。ブラックホワイトの3つ目だか4つ目だか あの電気タイプのめっちゃあのモデルやってるジムリーダーいるんだけど、確かモデル、なんか毒もわかんない、専属知らんけど知らんけどモデルやってるめっちゃ顔ちっちゃいイケイケお姉さんみたいなジムリーダーいるんだけど、なんか神鶴さんみたいな髪型、神鶴さん人気だよね。あ、そうそう、ポケモンのジムリーダーです。あ、バイト先の美容師さんに卒業式の部屋で勝ち盛り頼まれたけど教えてほしいって言われたことある。だって、すごでも難しそうじゃない、勝ち盛り部屋。でもなんか浴衣とかね、合いそうだしさ、いいよね。この夏は街中でもいっぱい勝ち盛り部屋の可愛い女の子が見れそうの気持ち。てかちもりマジ便利っす。そう、なんかでも TikTok とかで見た感じ、その簡単かわいいみたいな、そのさ、なんかよく YouTube とかでさ、なんか不器用でもできるなんか3種類のヘアアレンジみたいなさ、あの編み込みしないみたいなみんな見たことないか、みんな見たことないよね。使うのはゴム3つだけみたいなさ見たことないですかなんかそういうそんな結構簡単、そのカチモリヘア、なんかとゴム1本でとか、なんかそんな感じみたいなんだけど、いや一人じゃ無理やろみたいな自分でその鏡で見えなくてできなくねみたいな思いながら見てます。でも可愛い。そう、そんな感じでした。
そう明日早起きなんだよ、頑張ります。あ、ひでしゃんがクマくれた、ありがとう、ありがとうございます。いてて、いてて、よいしょ。え、ねえ、ちょっと待って、そう、ちょっと待って、あのさ、このさ19日のさイベントあるじゃないですか、イベントさ、そうこの前のあのイベントの時に、そのチキの時にね、そのいつもその写真撮影タイムみたいなやつあるんだけど、そのやっぱあの歌ってる時の写真が撮りたいみたいなのをそう聞いてっていうか、そのチキおじに言ってくれた人がいて、で、あ、そういえば その話出てたなと思ってあの LINE したんですよ。あの歌の時って写真どう、でも権利問題あるからどうだろうと思って、え、どうですかみたいな聞いたら、あ、みんな、あ、なんかね、みやびちゃんが映らん絶対映らなくて、で動画をみんながもう絶対撮りませんだったら できるよみたいな言われて、ちょっと待ってみたいな、披露する曲変えようかなってなってる一応さ何日か前に曲決めたんだけどさ、そんなに振りが可愛くない、そんなことないんだけど、そんなことないんだけど、振り付け可愛い曲ってなんかあります？ありますっていうかわからない。でもこれはもうみんなとの信頼関係があれなんですけど、え、信頼しちゃおうかなという気持ちになってるんですけど、皆さんいかが皆さんいかが。なんか権利問題はバロップさんはなんか大丈夫らしい、大丈夫っていうか、なんか詳しいことはよう分かる。え、もう24時じゃん、寝ないと。じあれどこだっけ、チェキおじの LINE、 チェキおじあいた、あ、明日静岡出張でラジオ聞けないって、ごめんねって来てるわ忙しそう。あ、局内、あ、ワロップ局内は包括著作権契約で問題ないけど、そうなんかウェブとかで映像載せられちゃうと、だからツイッターとかでなんか映像載せられちゃうとちょっと良くないということで、良くないということで、そうだからもう絶対もうだ、動画禁止の写真だけだったらいいよーみたいなのを言ってて、どうみんなって分かんない、多分カメラガチ勢の方 2,3 人ぐらいしかいないと思うんだけど、いてて、あ、ラジコで聞きますね、ありがとう。でも多分あれなんだよね、ラジコじゃなくてラジコプレミアムじゃないとさ聞けないんだよね、あのニコニコの貴族タイム的な。いくらなんだろうラジコプレミアムって、わかんないんだけど、よかったら聞いてください、ウキウキ。でも番組自体、そのモーニングチューンっていうラジオ番組で、多分朝の7時から多分お昼ぐらいまでずっとやってる番組で、その寺井さんのコーナーが9時からなんだけど、私何分30分コーナーなのか1時間コーナーなのかあんまちょっと詳しく分かってないんだけど、まあ楽しみだなという気持ちでおります気持ちでおります。え、ラジコプレミアム入ってますよ、だって嬉しい。え、そう、意外、え、そう、なんかさ、この前のさ、あのチェキの時でもさ、いらっしゃったのよ、自分ラジコプレミアム入ってるから聞くねって。それってリアタイもできんの？リアタイもできるし、アーカイブでも聞けるのかな、ちょっと待ってくださいね。明日ラジオやろう。楽しみ。ただラジオ楽しみ。オッケー。あ、どっちもいけるんだ。すごい、ありがとう。とりあえずラジコで番組フォローしてるから通知来るで、だって。え、ほんと？ほほ、ほんと？ありがとう。
AKB にいた時にプレミアム入った記憶ある、だって。あ、そういうことか。でもなんかそうだよね、なんかよくわかんない、よくわかんないっていうか、なんかどこどこ放送みたいな、お湯なんかあったりするもんね。あら、ごきげんよう、こんにちは。すごいちゃんと知ってるんだ。でもなんかラジコもある、なんかでも FM のなんかアプリもあるみたいな、ちょっとわからん。でもなんか多分まあラジコの方が使い勝手は良さそう。よくわかんないですけどよくわかんないですけど、ラジコの方が使い勝手は良さそうって感じで。あ、そういうこと。え、嘘、走らないとってプレミアムじゃないと聞けないの。ああ、だから住んでる地域によるけどってことか。でもそうだよね、確かにそうだわ。アーカイブは1週間だって。え、ありがとう、教えてくれて。え、てかね、あのさ、あんまわかんない、そんな、でも言うて何ぐらい、30分とかなのかな、わかんない、どこまでそんな話題が。でも一応台本届いててさ、そのどこまでさ喋っていいかわかんないんだけどさ、喋っていいかっていうかFM ってどこそう、なんかさ FBC だったらさ、ナナちゃんじゃん。 FBC ラジオだったらナナちゃんだから、ナナちゃんってことは、だ FBC ラジオだったらコナン、この前映画見に行ってとかはできるけど、じゃあ FM 福井でこの前コナンの映画見に行ってとかはアウトってこと。むずいむずいむずい。わかる人いる？ FM？ FM ってどこのあれなんだろう。え、それってそう、よくわかってないっすよね。よくわかってないっすよ。だから全て濁そうかなというそういうなんかアニメとか、え、だからもうワンチャンちいかわとか、だからさ FBC だったらちいかわは多分言ったらダメなんだよね。ちいかわ好きでとかはあんまダメなのかしら。難しい。まあまたちょっと聞いてみよう、放送の前に。日本放送がフジテレビ的なやつ。ほう、 FM は関係ない。 FM ってどこ、え、 FM ってじゃあもう何でも言っていいの、何でもで、ど、え、そうそう、系列さ分かってないと。いや別にその1回のゲスト出演でそんなね、そんなとこまで話は広がらんと思うけどさ、一応把握しておいた方がいいのかしら。何でもはダメ、嘘何でもはダメなの。よいしょよいしょよいしょ。あ、何でも、あ、そういうことね。スポンサーのあれね、競合とかは あれだけどってことか。え、スポンサーまで把握できてないよ。わたもちさんが猫くれたサバ、え、福井用アバターサバ、ありがとう、わたもちさん、猫ちゃん、福井用サバやし。あ、ハズレを引きました。あ、当たり外れがあるんだ、恐ろしいあ、5月15日です、お誕生日の人おめでとう。いるかな、サバ外れなんだ。何が当たりなの、何、カニ分からん、猫ててそんな感じで。嬉しいな、ラジオブース結構好きなんだよね。あ、当たりは当たりなんだ、外れはサバなんだ。はにゃははは、にゃ、ブラックライン、私配信しながら筋膜リリースやってんだぜ。効果あんのかよ、本当に。いつから効果出んのこれ、なんか、え、ど、半年後とかだったらどうする、どうする、もう一週、もうなんなら3日とかで出てほしいんだけど。そんな真面目にやってるわけじゃないけど。
で、でもそうだから明日早起きなんですけど、9時から放送なの。早くない？早い、いや、いいんだけど、いいんだけど、そう、何、そう、家から、ね、そんな5分10分とかで行けるような場所じゃないからさ、早起き頑張らないとっていう。で、まあそれなりに、まあ、すっぴんで行くわけにはいかない。それなりにメイクしないといけない。てかそう、福井帰ってきて思ったのは、そう、なんか誰かにもう会うって確定の時はちゃんとメイクをした方がいいということえ、生放送だよ、当たり前だろ当たり前ではないんだけど、そう、明日生なんです。どうしよう、生放送だって危ない。何の話してたっけ、あれ何の話してたか忘れた。あ、メイク、あー、そう、メイクの話だ、メイク。え、そう、やっぱあの皆さんやっぱ写真撮ってさ、インスタとかさ、ツイッターとか載せてくださるのよ、ストーリーとか。そう、だから薄メイクだと全然漏れてなくてちょっとよくないなっていう。でもそう、だから結構あの 軽い気持ちでさ、あ、ちょっと、え、ちょっとお話ししてみたいですみたいなさ、ちょっと会いましょうみたいな、ご飯行きましょうみたいなさ感じなんだけどさ、でもみんな優しい、本当にいっぱい投稿してくださるから、フォロワー増えてます、ありがとうございます。何にもしてないのに勝手にフォロワーが増えるという、とっても ありがたい現象が起きています。福井最高。そうだから明日もあの何、寺井さんいらっしゃるし、多分わかんない、どうなんだろう、アナウンサーの方もいらっしゃるみたいで、スリーショットとか撮れるのかな、わかんない。でもアナウンサーの方はもうぶっ通しで出てらっしゃるから、そんなタイミングはないのかもしれないけど、よくわかりません。でもきっと明日きっと写真を撮るし、その写真はきっとあの世界中にばらまかれるので、ちゃんとメイクをしないとという、頑張ります。ゲストコーナー9時からと9時半からとあるから、どっちかかな、ぶっ通しかな。だってでもなんか集合時間的に多分9時からな気がするんだけど、ぶっ通しかな。ぶっ通しだったらなんかワクワクしちゃう。カスのウキウキタイムカスのウキウキタイム、いてててて、よいしょ、やばい、部屋が汚いよ、部屋が汚いってか、スーツケース1個分の荷物しか持ってきてないのに、なんでそんな部屋が汚れるんだっちゅう話なんだけど、まあまあそんなもんっすよ、そんなもんですわ。いてて、あ、きょんちゃんこんばんは、だって、こんばんは。え、ね、みんなすねって筋膜ローラーかけてる？体重乗せると痛くない？普通に横側でも、横とか裏とかメインだよね、きっと。いてててて、てあー、いたたたた、そう、すね、ちょっと骨ダイレクトすぎて、ちょっと大変。でも太ももマジでいい感じすねやったことないけど死ぬ気がする、厳しいって厳しいだよね、でですよね、よいしょ、痛い。え、で、ちょ待って、19日何の曲がいい、振り付けかわいいやつ？痛い！振り付けかわいい曲って何ですか？でもまあ写真、そのガチ勢じゃない人はまあきっとコールしたいだろうから、まあコールもそれなりにできて、こう写真でこう切り取った時にまあまあいいねみたいな、かわいいねみたいな。Yeah.
方がいいのか、オカミとプライドっすな一人でってこと、一人でってこと。オカミとプライド可愛いよね。セナタン生誕祭とか呼んでくんないかな。セナちゃんやろうよ、やろうよって逆オファーやりたい。なんか地下アイドルさんっていうか、なんかアイドルさん、なんか生誕でさ結構 AKB のさ楽曲とかさされてるイメージあるから、わかんない、権利問題で事務所によってとかグループによってとかありそうですけど、やろうよ。オオカミとプライドいつか死ぬまでには実現したいね。死ぬならいつだよって、オタク死んでるってあ、セナタンこの前、あそうじゃん、セナタンこの前生誕祭か、もう一回してもらおう。やっぱマホピョンにももう一回生誕してもらわないといけない、セナタンにももう一回生誕してもらわないといけないし、忙しいわね。いてこんばんは。みんなさ AKB のコンサートの時の撮影タイムとかって何考えてんの。この曲で撮影タイムかとかもあるよな。この曲全然振り可愛くないのにこの曲でとかさ、この曲なんで練り歩きにするんだよみたいなさ、いろいろあるよねきっと。いろいろありそうですけど、それあります。ね、この曲は踊ってなんぼやろみたいな、オタクもコールしたいのになんで撮影練り歩きやねみたいなさあるよね。あこの距離から撮れんやろって思っているいてててて、あ撮影タイム近くに来てくれた子を撮影するしかないね。まあ広い会場だとそうだよね永遠より続くようにつかまりがち、名曲なりやるくない激おもろ チーム4ラストコンサートやないけ。あなるほど、あ前の人の頭にピント持っていかれるな、素人には何も取れないなって考えてる。でもさ最善とかだったらさスマホでも戦えるけどさ、もう遠かったらもう何あ全体の雰囲気取りますぐらいのさ戦い方しかできないよね。あ衣装取りたいのにアンコール明けの T シャツだとなえる、確かに。あなねだよね、なんかいろいろそうだよね。なんかさ絶対さコンサートのさ構成考える人に絶対マジオタク一人入れた方がいいよな。そのゲーム作る時にゲームオタは制作に入れろみたいなさ言うじゃないですか。そのちょっとかゆいところに手が届くというかさ、そういう些細なところでさきっと変わってくるんだよね。知らんけどスマホにつける望遠レンズあるんだ、すごい。でも iPhone15 とかさなんか結構カメラすごいよね。よいしょなんか後からぼかせるみたいな。でも多分スマホとそのガチカメラの違いってぼかしぼどんなんかぼかしのあれだよね、知らんけどなんかそんな気がするわ。あ、19日行けない、ごめんなさい。だって全然大丈夫。待って、曲むずいな。やばい、乾燥私お菓子巻きタイム、
乾燥かおさびかお菓子巻きタイムしたかったけど踊れってなるそんなシーン撮ってもってなるか、別の時にやるよってなるか。あ、こんばんは、おきげんよう。むず、曲ちょっといいのあったら DM で送ってください。でもあんま DM でなんかあの曲やってとかあんま言ってくる人いないんだよな。放任主義、放任主義っていうか話し飼い、みんな私話し飼いされてる。お菓子巻く貴重なシーン撮りたい、本当でもまあリアクションはその曲中だと撮れないリアクションはなんか撮れそうな気はする。でもみやびちゃん絶対映らないってむずいよね。でもみやびちゃんなんかちょっと喉の調子があんま良くないみたいで、今度のイベントはちょっと多分私だけのあれになりそうだから、で、あの下で見ててもらおうかな、下で見ててもらおうかな。ちょっと真面目に考えてみますね。え、結構は本当にありがたい、そういうの結構本当にありがたいです。振り付けかわいい、振り付けかわいいってむずいよね、本当にむずい。キャンメイク東京、よいしょ。これ本当にこんな棒でコロコロやって、とりあえずノーウェーマンじゃなきゃええな。でもノーウェーマンの撮影タイムも面白そうノーウェーマンの撮影タイムなかなか新鮮で、でもまあかっこいい曲よりはさ、なんかかわいい曲とか元気な曲とかなんか大人っぽい曲の方がいいよねきっと。あ、ポニッシュか大声かジワルかなんかが6月に合う曲らしいよ。そうなのそうなの。あ、今思いついたの呼び捨てファンタジーからだって。確かに、え、ま、あのさ、みやびちゃんに 歌担当してもらって、そう、私があのただ口パクであのあれしようかと思ったけど、みやびちゃん歌えないんだったみやびちゃん歌えないんでした。で、何これ凝ってるってこと？凝ってるってこと？確かに予備ファンはマジで可愛いよね。予備ファン、あ、リフレインとかも取りやすい。あ、リフレイン懐かしい。あ、リフレインいいかもね。メモ。ちょ、後で誰か全部まとめて。初期長。ちょっと誰かちょっとまとめて送っといてくれへん。トゥルトゥ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 、あの曲かわいいよね。あれなんかさ、謎に昔のさ、あのチームのツアーあったじゃん、あの時にフルでやってたのってさ、大声とリフレインとあとなんだっけ、なんか3曲ぐらいさ、フル披露の楽曲あったよね。うわ悔しい、出てこないわ。あの全チーム共通で多分やってたんだけど、なんだったかしら。いや、足細くなってる？いや、なってないよな。お客配布行くか、機械の力借りてー。14人になりました。ありがとう。
ありがとうございます。あ、そういえばなんかさっきショールームさんからなんか LINE 来てたな。6月のなんかイベントのお知らせみたいなの来てたな。全然チェックしてない。ありがとうございます。あ、言い訳だわ。あ、言い訳だね。大声の2番好きだからフルだと上がるんだよな。大声2番かわいい。あと1番と2番の感想の振り付けいいよね。なんかそんなにあのかわいいとかじゃないけどなんか好き。言い訳メイビーいいね。言い訳メイビーいいな。顔のでも難しい。あれワンハーフだと短いってなる。ワンハーフの撮影タイム短い。だってワンハーフで上手下手真ん中とかあんまいけないもんな。一応フルサイズぐらいの方がいいのかな。みんな飽きそうだけど。でも大声はランちゃんのイベントで。でもリフレイン予備ファンもいいな。でも予備ファン一人で歌う曲じゃないよね。ゆきりんさんあれソロコンで一人で歌ってるの本当にすごいと思うんだけど。本当にすごいと思う。よいしょよいしょよし、そろそろ終わるかっつって。でもこのやん明日早起きとかそういう時に限ってなんかねやる気出るんですよっていうか、なんでだろうね。こういう時にならないとなんかあんまさ、なんか YouTube 編集しようとかならないんだな。だからちょっと YouTube 編集して寝ようかなえ、川崎のチーム4コンサートをお財布なくしてチケットその中にあったので入れなかった。え、悲しい。それはちょっと悲しすぎるかも。そっか、その時まだ電子じゃなかったってことか。え、ちょっとだいぶショックだね。え、それなんとどうにもならなかったの？なんかその当選メールとかさ。あ、でもチケットの紛失は一切責任を負いませんみたいな感じだから追ってないとどうにもこうにもって感じか。頑張ろう。よし、眠い。さ、今日ちょっと今日も早起きだったから昼寝したんですけど眠たいですね。え、本当にさあのライトニングの充電器さ、接続悪すぎてさ、こう充電されてると思ったらされてないみたいな。これどんな、なに、でも変えるのが一番いいんだろうけどさ。嫌になっちゃうわ。どこが何がダメなの？何が気に入らないの？何が替え時？ケーブルがもうあれってこと？ちょっとおかしくなっちゃいましたか？えい。そう、だから多分一回接続うまくいったらもう動かさない方がいいのかも。だるー。でもなんかそう、なんか付け根がちょっと危うそうな気もしなくもない。あ、フルあれだったらワンハーフといつもの静止画タイムあるとええかも。本当？まあ、いつものはあった方がええか。ええよな。
ケールブルもだけど接続口がいかれる場合もある。え、ね、そうだよね。何なんだろうね。どうなってんだ。でも線なのかわからない。あ、15にしたらそうだよね。タイプ C の充電器になったから家中の充電器全部変えた。だって大変だ。でもそういうこと起こるよね。それがな、いやまあいいんだけど、でもいざとなったら、え、そう、この前だからさ、15の人にさ充電器あるって言われてさ、あ、ありますよって言ったら、でも私ライトニングだから貸せなかった。何気ちょっと不便じゃない今多分。あ、ライトニング持ち歩いてる人の方が多いじゃん。タイプ C 持ち歩いてる人ってなかなかいないと思うから。大変そう。あ、眠たい。でもさっきヤクルト飲んだ。実家のいいところヤクルトがある実家のいいところヤクルトがある。最高。あ、イヤホン C だから両方持ち歩いてる。だってエロ。あれ、私のイヤホンあれ何だったっけな。よいしょよいしょ。5月15日か。5月15日って早いね。あっという間に何か今年も終わってしまうんだろうなという気持ちになるね。よし、ポチランキング。13位天野さんありがとう。12位あつしさんありがとう。11位ちくわ豆腐さんありがとう。10位かいくんありがとう。9位ミッキーありがとう。8位がピースさんありがとう。7位がさゆちゃんありがとう。6位くらすぞきさんありがとう。5位がりおちゃんありがとう。4位ひでしゃんありがとう。3位みくにやぜんじろうさんありがとう。2位がわたもちさんありがとう。そして1位がミスターシャコジレさんです。ありがとう、みんなありがとう。テントゥテントゥテンキュー。良いお年を。確かに今年も早く終わりそうね。本当にね、困っちゃう。あ、ラジオ頑張って。だって頑張ります。放送事故にならないように。なんだっけラジオ、なんか5秒無音だとダメなんだっけ。3秒だっけ。2秒はないか。頑張ります。おやすみなさい。明日ラジコプレミアム入ってる人はよかったらリアタイしてね。福井の人も聞いてね。じゃあみんなおやすみなさい。またね。早く